にちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて、米国時間9月の14日、 Apple 社の iPhone 13 Pro と 13 Pro Max が24日に発売されるという発表がありました。17日から事前予約がスタートするそうです。今回私がまあ iPhone で一番興味があるところっていうのは何かっていうと、カメラ機能です。どのような変化をしてきたのかっていうのがまとめてあるサイトがもうありましたので、こちらの方で簡単に紹介していきたいと思います。12 Pro と何が大きく変化したのか、まあ12シリーズですね。まずカメラの明るさっていうのが12 Pro に比べて非常に明るくなったと。十分12 Pro でも明るいんですけど、どれぐらい明るくなったか、まあ、これ辺のところ数値で言われても分かりにくいので、これは購入してみないと比較が分かりません。で、今回マクロレンズっていうものがね、マクロ撮影ができるようになったと。これ一体何かっていうと、分かりやすく言うと葉っぱなんかをぐーっとこう近くに寄って撮影すると、まあ、光なんかに当てるとですね、まあ葉っぱのなんかこう細胞みたいなものがねくっきりと映ると。これはもし皆さんが販売している商品というところが寄りで撮影したいって言った時には、その焦点距離という非常に近くまで寄って撮影ができるので、ね、ちっちゃな商品でも大きく撮影することができたり、より細かな細工をしているとか細部にこだわってるっていうところを撮影する時なんかはめちゃくちゃいいかもしれません。そして気になる動画機能なんですけど、今回はシネマチックモードみたいなものがあるみたいですね。で、例えばなんですけど、動画で撮影するとき基本、iPhone というのは全体が映るんですけど、今回はボケ感っていうものをなんかこう表現できるみたいです。例えば私がここにいます。ここにもう一人いたとすると、私からこちらの人にピンを送ったり、さらにこの人から私の方にピントを戻したり、こっちはボケてですね、ピン送りとかピン戻しなんか、そういったところが表現できるようなことが書いてありました。なんかシネマチックだね、映画のようなものが撮れるみたいなことが書いてあるわけなんですけど、おそらくもう本当 iPhone 一つでいろんな撮影ができる時代に入ってきてるんじゃないかなというふうに感じます。バッテリーの方も iPhone 12 Pro と13 Pro は最大 1.5 時間、 Pro Max になると 2.5 時間伸びるというようなことも書かれております。さあ、買うか買わないかっていうふうになってくると、まあいろいろ悩みどころではあるんですが、まあ私の場合は買っちゃうんかなというふうに思っております。今からね、また細かいところなんか調べていこうかなというふうには思っておりますが、また気づいた点がありましたら、こちらのチャンネルで、お伝えしていきたいと思います。とりあえず iPhone、Apple 社が発表した iPhone 13 Pro のプロモーション動画、詳細欄のところに貼っておきますので、興味がありましたらそちらの方をご覧になってみてください。特に iPhone、そうですね、皆さんの中でも、まあ、iPhone そろそろ買い時かなっていう人がおられたら、 iPhone 13 Pro 買われても面白いんじゃないかなというふうに思います。いずれにしても動画が短くなるアイテムであることは間違いないと思います。